はいはい、どうも。こちら、ツワイトリガーというゲームやっていきたいと思います。まあ、ものとしてはアダルトゲームなんですが、一応ね、エッチなシーンはこのエクストラの方に入っとるんで、本編には登場しませんので、そのまま普通にね、どういう物語なのかっていうね、のを体験版が、リリースされましたので、そちらをプレイしていこうかなと思います。新しくできたばっかのメーカーみたいなんですよね。でも、あんた、本当になんか尊敬すると思うわ。正直言って全盛期は終わっとるんですよ。こういうアドベンチャーゲームとか、ノベルゲームみたいなやつって。で、そこで新規参入するっていうのは、なかなかの覚悟がないとダメだし、それでいてやっぱりなんだろうな、絵というもの、絵って言ったらちょっと失礼なんか知れんけど、そういうものってさ、やっぱり向上していくわけよ。やれ、今ではほら AI が吸ったもんだとか言われとったりとか、それこそ動きが、ね、こういうね、一枚絵ではなく、まばたきするのも当然になってきとるし、その口パク、ものによっては口パクだったりとか、あとはちょっと動き、VTuber みたいな感じですよ。ああいう動きみたいなのを取り入れるものだっていっぱいあるわけですよ。その中でこうやってね、メーカーを立ち上げてやるっていうのは、本当に尊敬するべきことだなと、私は思います。はい。まあ、とりあえずやっていきましょうかね。結構ね、なんか硬派な感じのイメージがあるんだよね。ある、あ、なんか、なんだろう、あえて、ごめんね、喋ってばっかりごめんね。ある程度、なんか自分はね、前情報入れないんですよ。やっぱ、ファーストインプレッションに勝るものはないかなっていうので、前情報とか、本当はあらすじとか、サイト行けば、ね、公式サイト行けばあるんだろうけど、そういうのを基本的にやらないんですよね。で、やってみましょう。はい、ニューゲーム。もう何年も経ってしまった気がするし、まだ数時間しか経っていない気もする。知っているようで知らない。目まぐるしく姿形を変えていく不思議な街。いつしか時間の感覚なんて失せてしまって、もう何年も経ってしまったのか、それとも数時間しか経っていないのかわからない。どうして私がここにいるのかもわからないけれど、一つだけ、はっきりと一つだけわかっていることは、きっと私は、この街から出られず、永遠にさまよい続ける。きっと、永遠に。おお、どうした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 。選ばれし者よ。お、いきなりオープニングから始誘いままるんか。しょう。綺麗な。新どうだろう、この感じ。すごいな。結構やっぱ硬派だね、イメージで言ったら。で、ここは文明的には、建物とかは結構ほら、17世紀までロンドンあたりみたいなイメージがあるかもしれんけど、けどそういう世界観ではなさそうなんだよな。神社とかもある。普通の家もある。ということは、どうなんだろう。街並みとか、そなんだろう、国というか、そういう街ではあるけど、あ、ちゃんとした、その、現代的な、なるほどね、そういうのもあるわけか。で、やっぱ銃が映っとったから、ガンアクション的なのもあったりするのかしら。面白い。そしてオープニングの女の子がもうズタボロ、わお、ズタボロになっとる状態で現れたかな。だからこういう、今の、なんだろう、ゾンビ的な、ゾンビ的なあれと戦う。お、すごいすごい。今のが主人公かな。なんだっけ、ポストアポカリプスやったっけ。そういうほど進歩しとるわけでもなさそうだしな。なんなんだろう。わからん。でも楽しみやな。っていうか、なんかその、一つ言えることは、なんかゾンビみたいな敵を倒すってことはわかる。わかる。普通の街だ。まだ違和感がある。俺が小さかった頃は村というか集落というか、そこら中に空き地があった。でも10年くらい前から少しずつ開発が始まって、
開発自体はもっと前から進めていたみたいだけど、加速したのが多分その頃だ。廃れた集落はあっという間に都会になった。便利になった。暮らしは確実に良くなった。で、それでも違和感が消えない。俺の時間は止まっている。10年前、あの人がいなくなってしまったあの日から。止まったまま動けないでいる。ゆうまー。おお、どうした？あ、文字縦なんだ。へえ。あら、背中をポンと叩かれて、振り向くより早く見知った顔が隣に並ぶ。おはよう。水瀬ゆい、ゆなでいいのかな？あの、なゆたとかの名だよね。ゆなであってくれ。漢字読めないから。ゆなか。ブルース・ユーマ。びっくりした？した。おはよう。うん、おはよう。珍しいね、俺より遅いの。ちょっと寝坊しちゃった。今日ってさ、晩ご飯どうするの？晩ご飯？まだ決めてないけど。だったら一緒に食べようよ、久しぶりに。うちのお弁当持ってっからさ。唐揚げがいいな。決まり。じゃあ夜にユーマンチ行くね。にっこりと笑ってかけていく。同じ学校だし、なんなら家も近いけど、一緒に登校はしない。俺たちは幼馴染で、多分普通の友達同士よりは仲はいいと思う。でもいつからか性別が違うことに気がついて。もう思春期。いつからかじゃないな。小学生の時、恋人だ夫婦だってしつこくからかわれてたからだ。おう、思春期。あれからお互いになんとなく外では少しだけ距離を置くようになった。今となっては必要ない気はするけれど、なんとなくあの何とも言えない気まずさを引きずってしまっている。そういう意味でも俺はあの頃から成長していないのかもしれない。うっす。クラスメイト。おもろいな。モブはこういう扱いになるんか。おっす、おはよう。クラスメイトに挨拶をして席に着く。ホームルームまで雑談をして、先生の話は適当に聞いて、授業はそこそこ真面目に聞いて、たまに集中力を切らして空想にふけったりして、いつも通りの日常。何度も繰り返した変わり映えしない毎日。不満はないけれど、どこか、虚しさを感じている。俺の居場所はここじゃない、そんな居心地の悪さ。思春期特有のこじらせってやつなのかもしれない、思った。俺はもっとすげえ人間なんだっていう、あのナロー小説系みたいなことやろ。けれどこれがなかなかに深刻で、おお、ずっと満たされない。じゃあどうすれば満たされるのか。思い出されるのはまだ小さかった頃の記憶。俺もユナもいわゆる鍵っ子ってやつで、俺の両親は通勤時間の関係で朝早く出て夜遅く帰宅。ユナの両親はお弁当屋を経営していて、二人とも夕食の時間には帰宅できない。でも朝はうちよりはゆっくりしていたから、ユナの家で朝ごはんを食べさせてもらって、夜はお弁当を二人で食べる。そんな毎日だった。子供ながらに両親が忙しいことは分かっていたし、休日はちゃんと遊んでくれたから愛されているとは思う。けれど健全な家庭かと言われればちょっと微妙なところで、そんな俺たちを見かねてだろうか、隣のお姉ちゃんが夕食を作ってくれるようになった。おお。お姉ちゃんは優しくて料理はどれも美味しかった。お姉ちゃんとユナと俺で食事をとるのが毎日楽しみだった。二人じゃなくて三人の食卓が嬉しかった。食事だけじゃなくてお姉ちゃんはよく俺たちと遊んでくれた。もういなくなってしまった、もうなくなってしまった空き地でキャッチボールをしたりとか、おかげに座って絵を描いたりとか、楽しかったな。
グラフィックめっちゃ綺麗なんだよな。チムトの感じとかすげえいいし、あとあのこの縁取りの黒残すのがすごい個人的にはすっごい好みなんだよね。最近こういうのなくなっとるやつ多いじゃないですか。薄くなったり、あ、なんか昭和みたいに濃くしろとは言わんけどさ、あの頃の俺は確かに満たされていた。好きだったんだ、お姉ちゃんのことが。きっと初恋だった。ずっとお姉ちゃんと一緒にいたい、そう思っていたけれど、この願いは叶わなかった。チャイムが鳴る。授業が終わる。休憩時間、また次の授業。おお、なるほど。なんかそのテキストの癖も出てきたね。はい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 。もうこういうの、認識読みやすくて好きよ。ちょっとした過剰書きっぽいこういうテキストの書き方。虚空でいいのかな。が毎日を繰り返す。空虚だ。わかったわかった。空虚だ。空虚な毎日を繰り返す。お邪魔します。夜7時頃、ユナがやってきた。お弁当が入った袋をテーブルの上に置く。こっちが唐揚げ弁当で、こっちが唐揚げ弁当。どっちがいい？唐揚げ弁当かな。はーい、じゃあこっち。飲み物は何がいい？お茶と水しかないけど。ああ、あと牛乳。お茶ください。了解。あ、手洗ってきていい？どうぞ。ユナは洗面所へ。俺はキッチンへ行き、棚からグラスを2つ取り出す。お茶を注いでテーブルに戻る。ユナもすぐに戻ってきて席に着く。それじゃあ食べよっか。いただきます。いただきます。手を合わせてお弁当の蓋を取る。いい匂い。ユナんちの唐揚げは世界で一番うまいと思う。最近どうしてたの？晩ご飯。ラーメンばっか食べてた。うわ、不健康。お母さん心配してたよ。最近うちで買ってないけど、ちゃんと食べてるかなって。ああ、それで今日来たのか。ですね。様子見も兼ねて。ちゃんと食べてるから大丈夫。バランスとかは考えてないけど。それならいいけど、サラダも持ってきたから食べて食べて。ありがとう。お金後で払うよ。うん、サラダはおごり。いいって、ちゃんと払う。はいはい。ユナが苦笑する。たまにおまけしてもらうことはあるけど、あまりおごってもらうとお店に行きにくくなる。だから昔からあまり好意に甘えすぎないようにしている。あら、唐揚げの効果でしょうか。唐揚げは胸肉なのでしょうか。もっとも自分でお金を稼いでいるわけじゃないから、あまり偉そうなことは言えないけど。あれ、ユナ普通盛り？うん。いつも大盛りなのに。食べ過ぎないようにしてる。部活やめちゃったし。え、いつ？言ってなかったっけ？先週、ゴールデンウィーク終わった後。どうして？で、顧問の先生と会わないって前に言ってたっけ？そう。もうダメ、合わない、致命的に合わない。時代遅れすぎる。イニシエの体育教師って感じ。あれ、国語の先生だっけ？まあいっか。そっか、顧問が原因で退部か。まあね。走るのが好きで陸上部入ったのに、走るのが楽しくなくなっちゃったらね。絶対陸上部だと思った。髪短いし、この分おっぱい大きいから大変そうだよな。大会を重要視しているわけじゃないし、別に部活じゃなくても走れるし、もういっかって。こんな練習付き合ってらんねーって。どんな練習？1から10まで根性論。練習が全部非効率。筋トレとかもさ、とにかく回数やらせようとするの。100回とか200回とか。やればやるだけ筋肉つくんじゃないの？はあ、
何そのため息。分かってないわユウマさん、全然分かってない。そんなんじゃマッチョになれないよ。いや目指してないし。筋トレで大事なのは回数じゃなくて負荷なの。闇雲に何百回もやるより極端な話、しっかりと負荷がかかってれば1回でも効くの。お分かり？ああそういうもんすか。そういうもんなの。あとタンパク質ね。トレーニング後にはしっかりとタンパク質。この唐揚げもタンパク質。脂質が多いけど美味しいからよし。筋肉喜んでる。いつから筋トレガチ勢になったの？前からだよ。ユーマとはそういう話してなかっただけ。あ、私のプロテイン分けてあげよっか。後で持ってきてあげる。いやいいっす。なんでだよ。男ならマッチョ目指せよ。もうムキムキだから。俺気安するタイプだから。嘘つけ。たまには一緒に走ろうよ。運動不足でしょ。ってことは長距離の選手なのか。すごいなんか短距離とか、すごいなんか高跳びとかやっとりそうなあのイメージがある。長距離なんだ。散歩か。私も一緒に行こうかな。いいよ、だらだら歩いているだけだけど。いいよ、あ、そっちか。いいよ、だらだら歩いているだけだけど。やっぱやめとこ。途中で走りたくなりそう。ジムとか行ったら？それ考えてる。一緒に行く？行かない。だと思いました。あー、お湯沸かしておけばよかった。お味噌汁飲む？私はいい。もう半分食べちゃったし。じゃあ俺もいいや。雑談をしながらパクパクと食べ進めて。ごちそうさまでした。ごちそうさま。完食。片付けをした後、テレビを見てまったりと過ごし、バラエティ番組が CM に入ったところでユナが席を立つ。さて、そろそろ帰ろっかな。送ってくよ。徒歩10秒なのに。散歩のついで。ああ、はいはい。一緒に家を出る。じゃあ、また明日。また明日。玄関先で見送る。ユナは手を振ってすぐ向かいの自宅へ。俺は少しだけ迷っていつも通りの散歩コースをたどる。この辺りも随分と変わった。空き地だらけだった昔と違い、住宅が密集していて少しだけ息苦しさを覚える。大体はここ10年で建てられた家ばかり。俺の家は古い方だろうか。もともと母さんはここ出身で、おじいちゃんとおばあちゃんが亡くなって土地を相続した。それで古い家を取り壊して新しい家を建てた。今でも通勤に片道2時間くらいかけているのに、交通の便が悪すぎたあの頃だと何時間かけていたのか。ああ、そうまでしてここに家を建てた理由がよくわからない。そうだよね。最近地価が急激に上がっているそうで、父さんは家と土地を売って職場の近くに引っ越したいと思っているみたいだ。でも母さんはこの町とこの家にこだわっている。この辺で仕事を探せばいいのになんて思うけど、俺にはわからない理由があって簡単に転職できないんだろう。そんなこんなですれ違いがあって、昔は仲が良かったけど今は多分冷え切ってる。俺にはそう見える。実は母さんも後悔していて意地になっているだけなのかもしれないけど、角を曲がってまっすぐ進む。街並みとか父さんと母さんの関係とかいろいろと変わってしまったけど、変わってないこともあって、目的地に到着。もう住宅地にポツンと佇む神社。いや、祠って表現した方がいいんだろうか。
一応鳥居はあるし神社っぽい建物もあるけど、全体的に小規模で神主も巫女もいない。神を祀る場所だからか、さすがに取り壊されることなく当時のままだ。ここでよく遊んだ俺とユナ、そして要お姉ちゃんと、思い出の場所だ。発展した街並みには未だに慣れてないけれど、ここは周囲を木々に囲まれていて、なんていうか隔絶された雰囲気があって、昔のままで落ち着くけれど、いい思い出ばかりでもなくて、あの日も3人で遊んでいた。サッカーをしていた。単調なパス回し。俺が変な方向に蹴ってしまって、お姉ちゃんは、ボールはお姉ちゃんを恐れて転がっていく。まさか。謝る俺に笑いかけて、お姉ちゃんはボールを追う。そして、消えた。突然と、突然に。お姉ちゃんはいなくなった。わけが分からず周囲を探したけれど、お姉ちゃんは見つからなかった。それがお姉ちゃんとの最後の思い出だ。え？大人たちは俺が記憶を改ざんしているという。大好きなお姉ちゃんが自分を残して失踪したと受け入れられず、あるいは目の前で何者かに連れ去られたと認められず、不可思議に神隠しにあったと。ユナもそう思っている。同じ光景を見たのに自分の記憶を疑って大人の言い分を信じている。確かにありえないことだけど。でもお姉ちゃんは確かに消えたんだ。俺たちの目の前で手品みたいにいなくなったんだ。短く息を吐く。もう10年も前のことだ。手がかりがあったとしても残っているはずもなく、ここに来れば会えるようなそんな期待も現実になるはずがなく、俺はまだ受け入れられずにいる。お姉ちゃんがいないこともお姉ちゃんがいないまま街が変わっていくことも、警察は事件性がないと判断した。お姉ちゃんは自身の意思で失踪したと。ボーン。まだ探してくれているんだろうか、それとも捜索は打ち切られてしまっているんだろうか。突然と消えたよりも失踪の方が希望はあるのか。どこか別の町にいるなら、せめてもう一度帰るか。ここに来ても虚しくなるだけだ。分かっているのに万一来てしまう。ため息をつき、キビスを返して、あ、硬直。唐突に周囲の雰囲気が変わった。いや、雰囲気というか、なんだあの空の色は。それに周囲に舞っている光は、いや、蝶の群れ。あ、オープニングの女の子、もしかしたら。気味が悪い。異様だ。まるで別の世界に来てしまったかのような。得意な自然現象、何かの災害、この前触れ。理解が追いつかず、少しでも事態を把握しようと神社を出る。うわ、どうした？そういうことか。どこの家にも明かりがついていない。人の気配がしない。どうなってる？何が起きて、何が起こっている？さっぱりわからない。完全な異常状態。あまりにも理解できなくて逆に冷静になってきた。とりあえず家に帰った方が良さそうだ。そうだ、ニュースになっていないだろうか。
スマホを取り出し、ウェブブラウザを起動する。ページが表示されない。待った、圏外？電波障害でも発生しているのか。参ったな。スマホをしまい、ぼやく。とにかく帰ろう。状況が落ち着くまで引きこもるべきだ。えらい冷静だな主人公。今はまず最悪の事態を想定して安全の確保を。また硬直。踏み出した足が止まる。息が詰まる。視線の先、たたずむ黒い影。なんだよあれ。わお、なんかすげえの来た。怪物がそこにいた。人に近いけれど人とは決定的に違う。まさに異形。全身から汗が噴き出す。本能が発する危険信号。見つかってはいけない、絶対に。ゆっくりと気づかれぬように後退し、素早く角に身を隠す。心臓がバクバクする。汗が止まらない。夢でも見ている？正気を失った？向かうべきは家じゃなくて病院かもしれない。くそ。怪物が近づいてくる気配を感じ、急いで移動する。俺を探している？それともただの徘徊しているだけ？とにかく今はあの怪物は危険であるという前提で動いた方が良さそうだ。くそ。んじゃこりゃ。同じ街並みだったはずや。なんかパラレルワールドみたいな感じになってる。市街地に出て絶句する。そうだろうと思っていたけれど、あの一体だけじゃなかった。見える範囲だけで3体、多分もっといる。進むのも危険、戻るのも危険。なら戻るタイミングを伺うべきだ。このまま進んでも家から遠ざかってしまうだけ。一旦隠れて後ろのやつをやり過ごそう。それで家に帰ってどうする。ここまで誰ともすれ違っていない。車も1台も通らない。俺以外の人間がどこにもいないんだ。そもそもとして街の風景がおかしいんだ。建物の配置は同じでも外観が違いすぎる。俺の頭が狂ってしまったんじゃないとすれば、ここは異世界だ。どういうわけか現実によく似たわけのわからない世界に俺は迷い込んでしまった。背後で物音がした。周囲の怪物も気のせいか俺に近づいてきている。ひとまず隠れよう。見つかるのは絶対にまずい。建物の中に、待て、中にも怪物がいるかもしれない。狭い空間で出くわしたらそれこそ終わりだ。いや、いい。ここでグズグズして捕まるよりマシだ。とりあえずすぐそこのコンビニに。おい、嘘だろ。自動ドアが反応しない。開かない。どうする？ぶち破る？いや、そんなことしたら音で気づかれる。当然、中に人はいない。客どころか店員すらいない。明かりもついていない。助けを呼んでも無駄だ。だったら別の建物だ。どこか入り口の空いている。と、視界に影が落ちた。息が詰まり、血の気が引いていく感覚。肩越しに背後を覗き見。いや、猛烈な力で腕をつかまれ痛みが走ったその瞬間、体が宙に浮いていた。体は硬直して四肢は動かず、叫び声すらも上げられず。わけもわからないのは、景色が高速で流れていき、地面にたたきつけられ、全身に激痛が走る。何をされた？投げ飛ばされた？混乱の中、逃げなければと本能が強烈に訴えかける。体が動かない。立て、早く、立て。
立て立て。白線が、白方でいいんか、わからん。わからん、漢字が読めない。怪物が切り伏せられる。どす黒い血が飛び散る。助かった。でも、その安堵よりも、俺は。大丈夫、立てますか。ポン。オープニングの子や。ああ。この顔は、あの顔は、この声は、嘘だろ。そんな、まさか。花芽お姉ちゃん？わずか一瞬、女の子が動きを止める。この言葉に反応した？やっぱり、この子。いや、でも、あの時のままだ。失踪した10年前の、あの姿のままなのは、どうして？刃を返し切り上げる。側面から襲いかかってきたもう一体の怪物の腕に半ばほど食い込み、あっけなく刀身が折れる。マジか。ああ、もう生くらい。怪物を蹴り飛ばし、折れた刃を、折れた刀を投げつける。身を翻し、お礼と駆け寄って力強く腕を引き上げた。はい、こっち。腕を引かれたままかける。裏路地へ入り、かけるかけるかける。投げ飛ばされたせいか、それとも日頃の運動不足のせいか、俺の息はすぐに切れてしまったけれど、少女は平然と全く息を乱さずどこかへ向かってかける。不思議と怪物には出くわさなかった。そういうルートを選んでいるのかもしれない。選ぶ？彼女はこの世界に詳しいのか？そもそも彼女は一体？不意に走るスピードが落ち、少し歩いて立ち止まる。この辺りなら少し落ち着けそう。俺の腕をようやく離し、じっと俺を見る。うん。あ、ついどもる。女性慣れしているわけではないけれど、ここまで緊張することはない。それでもうまく話せないのは、やっぱり似ている、似すぎている。俺の記憶の中の要お姉ちゃんに、本人としか思えない。でもありえない。10年だぞ、10年も経ってしまったんだ。じゃあこの子は誰だ。平気？大丈夫？頭打ってない？え、ああ。痛いところは？ああ、特に。本当に？彼女の視線が俺の腕へ。擦り傷だらけだ。自覚すると急に痛み出した。ごめんなさい、助けるのが遅くなって。いえ。ありがとうございました。うん、休みたいと思うけど我慢してね。早くここから出ないと。出られるんですか？うん、あなたなら。俺なら。さあ行こう。キビスを返し歩き出す。俺を気遣ってか、今度はゆっくりとしたペースで。したいことが山ほどあるけれど、どういうわけか聞けなかった。聞くのが怖かった。もしかして要お姉ちゃん？本人のはずがないのに違うと言われるのがどうしようもなく怖かった。ん？唐突に彼女が足を止める。遠回りになるけどこっち。左に折れ、すぐに右。またしばらく進んだ後、何かを感じ取ったように立ち止まり迂回する。まるであの怪物の位置を把握しているように。間違いなく彼女はこの世界に慣れている。俺みたいに訳も分からず迷い込んだ様子じゃない。この世界は何？聞けば答えは返ってくるだろうか。
ここに来る前どこにいた？予期せずあっちから質問されまたどもってしまう。神社？神社三丁目の方。はい、です。やっぱりあそこはこことつながりやすいみたい。もう行かない方がいいよ。つながりやすい？あのここって何なんですか？わからない。天国とか地獄ではないと思いたい。やっぱその三丁目がどうって言っとって、それがあっとったってことは、まず確実にこの世界の住人というよりはこの世界に来た住人であることは 100% 間違いないだろうね。ああ死後の世界、そうか、そういう可能性もあったのか。でもこの体の痛みが俺はまだ生きているって証明してくれている。いや痛いからって生きてるとは限らないか。霊体になっているのならお姉ちゃんの姿が当時のままであることも不自然じゃない。いや今のはなしだ。会いたいからって死を願うなんて最低すぎる。出口までもうすぐだから頑張って。あーは、はい。ひたすら歩く。もう彼女から質問されることはなく、俺から話しかけることもできず、ただただ歩いて着いた。1時間くらい、いやもっとだろうか、かなり歩いた。彼女が道の先を指さす。このままこの道をまっすぐ、そうすればここから出られるはず。はい、わかりました。それじゃあね。え？一歩踏みかけた足を止める。気をつけて。一緒に出ないんですか？うん、私はここまで。どうして？どっか寂しげに微笑み、ゆっくりと首を横に振る。出られない理由がある。でも彼女は何も語らない。聞いてもきっと答えてくれないんだろう。でもここでお別れなら。もううじうじしていられない。最後に一つだけどうしても聞かないと。名前を。え？名前を教えてください。俺ユーマって言います。クルスユーマ。あなたの名前は？あ、教えてください。お願いします。カナメお姉ちゃんって知り合い？え？私を見てそう言ってた。あなたにすごく似てます。ごめんね、人違いですか。もう会うことはないから、私の名前なんて知らなくていい。こんな世界のことも全部忘れた方がいいよ。はい。それじゃあね。微笑み、手を振って。さようなら。俺が答えるのを待たず背を向ける。去っていく。不思議な町へと戻っていく。人違いか。そりゃそうだ。分かっていたんだけど。怪物に投げ飛ばされた時よりもなんだか痛い。彼女に俺も背を向けて。進む。言われた通りまっすぐに。振り向かず歩く。すると程なくして空気が変わった。景色も元に戻っている。あの不気味悪さは あの気味の悪さはなくなっていた。彼女の言葉通り戻ってきた。元の世界ってやつに。一体何だったんだ。唐突に景色が変わって、わけもわからないまま戻ってきて。人に似た怪物。そして、お姉ちゃんにあまりにも似たあの女の子。人違いだったとしても何か関係があるんじゃないだろうか。カナメお姉ちゃんと俺があの世界に迷い込んだのも何か理由があるんじゃないだろうか。理由があってほしいと思ってしまう。このまま彼女の言葉に従って帰っていいんだろうか。彼女に何かなすべきことがあるのなら、俺は彼女の力になるために
ミスを返し元来た道を戻る。ダメか。返してもあの世界には戻れない。夢だったのかもしれない。お姉ちゃんに会いたいという願望が見せた幻。でも全てが生々しすぎる。見たこと聞いたこと全て現実の感覚としてしっかり俺に刻まれている。このままで終われるか。このままで終われるか。このまま忘れるなんてできるものか。彼女に会いたい。会ってどうしたいのかはわからないけれど、全ては偶然じゃない。あの世界が、彼女の存在が、花芽姉ちゃんにつながるかもしれない。そう信じたい。だからもう一度会うんだ、彼女に。なんだ？監視カメラの映像を送りました。見てもらえますか？もう見てる。これどこの？ポイント D に設置したカメラです。突然現れたね、この子。編集は？もちろんされていません。ふん。ってことはだ、この子も機関車か。どうしますか？決まってる。探せ。はい。ふん。さて、どうなるか。この子が新域への鍵となってくれるといいんだけど。楽しくなってきた。